早速準備しましょう。彼女は何を探してるんだろう。本当は私たち山のように宿題が出ているから、みんなで一緒に広々とした外で宿題をすることにしたの。準備万端よ。トランクを開けて宿題用の道具を確認しましょう。アロハモラ。最初の呪文成功だね。アロハモラは基本呪文集第7章でね。その通り、基本呪文集第7章、何かの鍵を開ける呪文はアロハモラ。ただし呪文と同じくらい杖の時が重要なことも忘れないでね。そう、杖の振り方が大切なの。アロハモラの杖の動きは大きな円を描いて、それをまっすぐ半分に割る。ほら、鍵穴みたいでしょ。じゃあ、あなた次の呪文やってみて。やったー。どの呪文に挑戦しようかな。何かを宙に浮かせるのはどう。いいね。物を宙に浮かせることは魔法使いの最も基本的な技術。あ、何か練習に使えるものは持ってきた。うん、トランクの中にある。ちょっと待って。魔法の発音を忘れないように、そして杖の動きもはっきりと。スイッシュフィッ。いいぞ。あとはウィンガーディアン・ラビオス。発音はいいんだけど。ウィンガーディアン・ラビオス。待って待って、そんなに振り回したら危ないわ。動きが大きすぎるの。テクニックを上手に使うのよ。じゃあ優等生の君がやってみせてよ。ほらどうぞ。君がやってみせてよ。さあ。ねえ聞いて、一生懸命練習するのも大事だけど、もっと大切なことは自分を信じること。こう考えてみて、歴史上の偉大な魔法使いも最初は私たちと同じ学生だったの。彼らにできたなら私たちにもできるはず。ウィンガーディウィンガーディアン・レビオス。ウィンガーディアン・レビオス。完璧だわ。それじゃあ実際に魔法をかけてみましょう。1, 2, 3. Wingardium Leviosa. すごい。できたわ。ねえ、次の呪文は僕がやってもいい。挑戦したいすっごい魔法があるんだ。もちろんやってみせてよ。どんな魔法。この間ミランダ・ボス・ホークの基本呪文書を読んでたんだ。そうしたら見つけたんだ、とっても役に立つ呪文。それってエクスペリアス。違うよ、エクスペリアス。手加減するから心配見ようよ。それじゃあお手並み拝見。ねえねえ、練習中よ。もう杖を取り上げるのはやめましょう。ここで問題を起こしたくないわ。そんなことより、さっきやろうとしていた呪文の練習をしましょうよ。どんな呪文。僕が挑戦したい呪文、火を起こす魔法さ。それは知ってる。呪文はインセンディオでしょ。そう、呪文はインセンディオ。この呪文の注意点が呪文集に書かれてあったよ。確か火を起こす呪文は魔法使いの生活でよく使われており、大変便利にある。しかしながら杖を一振りするだけで火を起こすその能力は、周りの生徒に危害を与える恐れもあり、さらに教科書を燃やしてしまうことさえあるでしょう。よくできました。そうね、火を起こす魔法だから気をつけて使いましょう。あのトーチに火をつけてみない。それいいね。イゼリオは大きな三角形。さあ行くよ。ワン、チェン、フリー、イゼリオ。もっと大きくしよう。行こうしよう。気をつけて。たった今この呪文の危険性について話してたでしょ。もうやっちゃったよ。ねえ、火を起こす魔法にも挑戦したし、何かもっとすごいことをして最後を飾らない。いいわね。トランクの中に何か使えるものあったかしら。あの、そうね、何が使えるかしら。
会したことないのよ。くできました。わかったわ、全員でやればいいのよ。ここにいるみんなで一緒に。さあやってみましょう。いいアイデアね、挑戦してみましょう。ここにいる全員で一緒に。みんなも杖の準備ができてるみたい。よかった、今こそみんなの助けが必要だよ。みんな、ボンバードマキスマの杖の時は杖をしっかり握って、まずは左下に下ろす。そしてそのまま右回りで三角形を描いて、パンプキンジュースに狙いを定める。みんなで一度練習しましょう。杖をしっかり握って、まずは左下に下ろす。そしてそのまま右回りで三角形を描いて、最後は爆発をイメージして、パンプキンジュースに狙いを定める。いい感じ、もう準備万端ね。いつ数えるから呪文を唱えるのも忘れないでね。大きな声で呪文はボンバードマキスマ。いくわよ。1 2 3